どうもこんにちは、今回はですねナチュラルドロップさんのキャンプコット、こちらをご提供いただきましたのでご紹介していきたいなと思います。今ですねキャンプファイヤーというところでクラウドファンディング中なので、気になる方は見てみてください。それでは見ていってみましょう。コットなのでそんなね難しいものは入ってないとは思うんですが、足ですね、足は全部着脱式のようなので、こういうふうにまとまっています。そしてこれがフレームですね。フレームが3つで、こちらの生地に通すフレームが2つ。そしてですねこのコットの特徴の1つにもなると思うんですが、このねネット、実はこれねコットの下の荷物スペースとして使えるネットとなってます。で説明書とちょっと細かいことを言うようで気になるのはこのロゴがなぜこっち側なんだろう。上下逆だったらよかったのにな。それではですね組み立てていきましょう。これでフレームが1本で、この生地の中にね通していきます。このフレームなんですが一応ねこんなゴムがついてます。これはいいですね。このゴムをなくさないようにしよう。結構こういう風にね遊んじゃうと片付けるときにね結構手間がかかるんで、これはいいんじゃないかなと思いますね。でそしたらですねこれをはめ込みます。でここでね注意点なんですが、このね M 字、こんな感じで M 字になるように組み立てる必要があります。例えばこの形、この形は間違いです。湾曲してる部分が下側に来るように、この M 字の状態で組み立てます。このフレームなんですが左右ありまして、こっち側は何もついてない状態です。でこちら側、こちら側はねレバーがついてまして、押して開くことで開閉することができます。まずこれを開いた状態で取り付けていきます。よいしょ。はい、これでねコットが出来上がりました。これだとロースタイルかな。これで完了すればロースタイルなんですが、足をつけてね今度はハイスタイルしてみましょう。それではですねネイチャードロップさんのコット、テントの中に入れてみましたがどうでしょうか。長さがね190センチあります。長さが190センチあるので余裕ですよね。こんな感じで余裕で寝転ぶことができます。今ハイスタイルにしてますけども、なんかね普通にこうやって座ってて苦じゃない感じ、普通に椅子に座ってる感じなのは、このハイバージョンです。でローバージョンにするとですねどうしても地面に近くなりますんで、ちょっとねなんていうんだろう、窮屈な感じにはなるんですけど、地べたスタイルが好きな方は、やっぱりロースタイルがいいんじゃないかなと思います。今回つけていただけるのがこの3点になっておりまして、まずですね手袋つうか軍手なのかな、これは。まあ、このチャンネルを見てご購入いただくとですね、こういった手袋がついてきますので、コットの袋の中に入れておいて、まあ、組み立てるときはですね、まあ、手を怪我しないように、まあ、こういった手袋を使うっていうのもいいんじゃないでしょうか。そして次にね、ドリンクホルダー。
お、懐かしい。これうちの子供をねおんぶするおんぶ紐がねこういった感じの取り付け金具がついてましたけども、ドリンクホルダーがついてます。まあ、例えばですねこういったカラビナでこの辺にですねフックがついてますんで、まあ、こういうフックかけとくとかっていう使い方もできるんじゃないでしょうか。こういうフックがあるとね結構便利ですよね。ちなみにこのフックなんですがこちら側とこちら側合計2箇所についてます。このフックは何に使うやつなんだろう。まあでもこれあると助かりますよね。例えばライトぶら下げとくとかってこともできるんで夜間の足元ライトとかをぶら下げるのもいいんじゃないでしょうか。でもう1点なんですが3点目がねエア枕です。こんな感じの枕もですねプレゼントしていただけるそうです。生地がねビニールじゃないですね、なんかこうザラザラした手触りのいいやつです。僕はですねどうしてもコットだけじゃなくて枕も欲しい人なんでこれは助かる。でこういったですねエア枕だと、しぼませるとですねかさばることがないので、そうですね車でキャンプに行く方、自転車でキャンプに行く方、バイクでキャンプに行く方、まあいろいろいらっしゃると思うんですが、まあ、歩きもありますよね。荷物を減らしたいとき小さくまとめたいときなんかはですね、このコットと一緒に、まあ、この枕も持っていくといいんじゃないでしょうか。このコット自体もね重さが 3.5 キロなのでそんなに重たくありません。そんなに重たくない上に、まあ、やっぱりね収納するとコンパクトになるので、そうですねバイクの荷台に乗せるっていうのももちろんなんですが、自転車でもね持っていこうと思えば持っていけるんじゃないかなと思います。自転車キャンプにこういうのも持っていきたいけどな。であとこの生地なんですがポリエステル 600D というものが使われてまして、PVC 加工が施されています。少々ね水をこぼしたりとかしてもこうサッと拭き取れるような仕様になっております。で今回ですねクラウドファンディングで販売されるにあたってですね、金額ごとの、リターンそういったものもねご用意されているということです。ちょっとねそれを紹介していきたいんですけども1000万円突破時は、先ほどのキャンプグッズ3点セット、それと、初心者でもキャンプを10倍楽しむ方法という、スペシャルムービー、だいたい60分ぐらいの動画を予定されているということです。で次がですね5000万円突破時これが、防水バッグ空気入れ付きというものとコミュニティへのご招待、このコミュニティっていうのはですね、オフ会なんかを予定されているそうで、まあ、そこのメンバーさんとの、アウトドアを通じての交流会そういったものも予定されているということです。で次がですねこれでかいんですけど1億円突破時は8月のですねいつかの土日に、東京湾岸エリアで開催されるそうなんですが、バーベキュー大会みたいなバーベキューフェスか、それに全員ご招待というふうに書いてありますね。これに関してはもし実現するようであれば、そちらで用意される食材に関してはですね200万円相当のバーベキュー食材これとですねビンゴゲームで、総勢500人に当たるキャンプグッズこちらも200万円相当ということで、ぜひねできるものなら開催していただきたいし、できるものなら僕も呼んでほしいっていうようなイベントになってます。呼んでもらえたら絶対行くけどな。まあ、そういったねいろんな特典があるんですけどもこのチャンネルでねご購入いただいた方は先ほど言いました通り、手袋そしてドリンクホルダーそしてエア枕とこの3点セットは無条件でついてきますので、ぜひですねキャンプファイヤーのクラウドファンディングの方も見ていただければなと思います。まあ、使うテントによってですね広さって変わってくるとは思うんですが今これ使ってるのがですね、ワンティグリスのロックシールドというやつなんですが、これであればですねもうこの前はめちゃめちゃ余裕で広いですね。でこの横幅も結構広いんでまあ落ちたりする心配もないと思います。まあ、こういったコットをね初めて使う方っていうのはまあ落ちる心配とかあと組み立てられるのかその辺がね多分心配だと思うんですが、特にね組み立てに関しては結構ねレビューとか読むと不安になる方っていると思うんですよ。組み立て方がわからなかったとか力がすごく必要で女性では組み立てられなかったとかそういったねレビューがある時があるんですけどもこれに関してはもうレバーでこうクイッてやるだけなんでもう力は全然いらないです。でグーってあ
しい。できた。今度は片付ける。片付けるときは、そこをギュッと押して、今度上にやったら走れる。そう。続けて。で、こうか。手の甲で押した方がいいかもしれない。手の同じように、こっちをグッて押したらロックが外れるけ、わこれでも外れるね。あ、もうじゃでもおしまい。簡単。もうこれだけです。簡単だったね。思ったより簡単だった。でき、力もそんなにいらんじゃろ。そうじゃね。ね、体重かけてうんってやるような感じじゃない。いやいや、大丈夫だった。思ったより簡単だったね。よかった。ということでした。実際に僕ね、他のコットも持ってるんですよ。他のコットも持ってるんですが、それはもうこう力でグッと入れるタイプなんで、それに比べてね、めちゃめちゃ楽です。まあ、で1回コットを使うと絶対ね、コットをずっと使うようになると思うんですよ。おそらくずっと使うようになるんで、毎回のね、組み立てっていうのは難しいものだと、あ、毎回なんかめんどくさいなみたいな感じになるんですけども、これであればもうさっき言ったようにね、クイなんでもうめちゃめちゃ楽だと思います。で、間違いなくこれであれば、女性でも組み立てられますし、初めて組み立てる方、コット自体に初めて触る方っていうのも、とても組み立てやすいものになってるはずです。そしてですね、こちらのね、耐荷重もね、結構心配になると思うんですけども、耐荷重はね、150キロまで対応しているので、まあちょっとやそっとではね、この150キロ超えることってのはないんじゃないでしょうか。まあこのね、コットっていうのは基本的に多分キャンプ場で使うものだと思うんですけども、まあ 3.5 キロっていう軽さと、あとコンパクトになりますんで、まあどっかお花見に持っていくとか、バーベキューに持って行ったりとかっていうことをすれば、かなりね、のんびり過ごすことができるんじゃないかなと思います。さあ、それではね、撤収方法なんですが、単純にね、引っこ抜けばいいだけです。で、収納方法ですよね、こちらですが、グッと押さえて、もうこれだけです。これで外れます。もう一回いきますね。グッと押さえて、おしまい。グッと押さえて、おしまいと。で、反対側を外すだけです。ということで、今回はナチュラルドロップさんのキャンプコット、こちらをご紹介してみました。ただいまキャンプファイヤーでクラウドファンディング中ですので、気になる方はぜひ見てみてください。それでは。